そのメグちゃんですね。そのメグちゃんね。でメグちゃんはどれぐらいみんなに人気があるのか調べたことはないですけど、僕はのんちゃんの方が好きなんですよ。それ珍しいですね。いやのんちゃんはいい女ですよ。最初意地悪で登場してきましたけど、あの結局あの話ストーリー上めぐちゃんのこの敵みたいなものが次々と出てくるので、あの、のんちゃんと協力せざるを得なくなってきて、のんちゃんのがだんだん意地悪な顔とはなくなっていくんですよ、作画的に。剣がなくなっていくってこと、ね、最初はあのライバルなんで意地悪な顔で描かれてるんですけど、でも顔色はずっとあのままなんですよ。あのままです、ね、ポスターカラーのナンバーは変わってないんですけどあのデスラソートみたいな、ね、そうです、なんであの色にするんですかね。だから分かりやすくこうこっち悪役、いや悪いですよ、病気みたいな悪役みたいな、今思えば、ね、旅行食野菜もっと食えよみたいなね。そうですね、感じになって、もっと野菜食べなあかんぞみたいな感じですよね。うん、今無理でしょうね、紫色に塗っちゃうのは。あ、どうなんだろうな。いや、まずいと思いますよ、絶対。うーん、それでだんだん協力をするような話が増えてきてるので、のんちゃんの顔が可愛くなっていくんですよ。めぐちゃんと変わらないぐらい可愛くなってます。そうなんですか、うん、後半は。あ、本当に。ええ、それでめぐちゃんはまあガールフレンドにはしたくない。あ、そうなんですか、おてんばすぎます。あ、だからおてんばっていう設定だからよくできてるなとは思うんですけど、うん、でも私なんか結構活発な女の子の方が好きだったから、めぐちゃんなんか結構ズバリハマったっすね。あ、そうですか、うん、ちょっと僕は面倒くさいなっていう。ああ、そうそう、でまあ日本の話じゃないんですかね、ヨーロッパ調なんですけど。あ、確かに背景が。そうですね、エンディングなんかそうですよね。そうですね、完全にイタリア調というか。そうですよね、だから無国籍漫画なんでしょうね。だからまあ当時は名前はいいなと思ってましたね。メグ、メグ、あ、メグミじゃなくてメグっていいなって。あ、神崎メグです。よく考えたなって。で神崎めぐってのもいいじゃないですか。神崎っていいですね。神崎ってつけちゃうっていう。いいですね。だからこっちのララベルも立花のララベルなんですけどね。神崎って聞いて全然違和感がない名字だけど、理想でいない名字ですもんね。僕も会ったことないですね。ねえ。ええ。だから神崎めぐって確かにセンスいいですよ。いいですよね。いいですよ、名前のセンス。だから。サリーちゃんは夢のサリーですけど、でも勝手にあそこに住んでるだけで本当に夢のなのかなって思うんですけど、どうなんですか。夢のサリーってほらもう完全に名前じゃない、名前が漫画じゃないですか。あのサリーちゃんが嘘をついてるってことですか。夢のは、いやいや別にそういうの関係なくこう夢がある名前にしただけなんでしょうけど、だから完全に漫画の名前ですよね、夢のサリー。あ、でも魔法の世界では絶対夢のサリーじゃないですよね。あ、もちろんもちろん。サリーなんとかサリーですよね。ただのサリーなんじゃないですか。そうですよね、であそこに来て夢のサリーって言ってサリーちゃんが言ってるだけなんですね。ですよね。一応まずい、うん、な名字がないとまずい、名字がないとまずいって思ってましたよ当時。そんなことは思わないですけど、子供、子供だから。でめぐちゃんがちゃんと神崎めぐっていう設定で、うん、いいなと思いましたよ。あの、あ、リアルだなと。だから夢のサリーとか鏡敦子ってもう漫画の名前なんですよ。うんうん、そう、夢を、夢のある話だから夢のサリー、それから鏡の話だから鏡敦子。ところが神崎めぐって普通の名前、リアルですよ、普通の名前だけど普通の名前なんだけども実はあんまりいないっていうね。あ、はい、だから現実感はそれほどないっていう。だからすごい名前だと思いますよ。すごいですね。うん、神崎っていう、神崎ってありそうじゃないか。なんか松本人志さんが喜びそうですけどね。あ、そうですか。リアルで。あ、でこの髪の毛が僕はすごく気になって、あ、どうなってんのって思いません。ああ、まあこれ結んでるんだか、ただのパーマなのか、カールしてるんだか、ただのパーマなんですね。多分これ天然パーマなのかな。そうです。これもさっきの、さっきの話じゃないけど、今が非常に気になってですね。あ、今だったらコースが厳しいかってはね、ストレートパーマにしろって言われてしまうという人権侵害のような。そうですね。まあなんかまとめればいいのになんて、まあ多分ね、おそらくピラピラしてるなって、おそらくなんですけど、はい、この頃の小学生っておしゃれできなかったじゃないですか、はい、女の子、はい、
それで、まあ、パーマっぽい髪の毛にしてるところで、そのおしゃれっぽさを出して憧れを持たせてたっていう感じなんじゃないですかね。まあ、あと髪型で特徴をつけるっていうのはありますね、うん、この髪型が違えばここなしでも見分けつくんで。それからメグちゃんもやっぱりブローチついてますよね。これですか、髪の毛に、うん、そうですね、あんま気にしてなかったけど今見るとで、そんなのもさ、つけてる女の子いなかったじゃないですか。いないですね。ねえ。あ、でもわかんないですね。少女漫画では。いやいや、現実に。ああ、はいはい、いないですね。いなかったじゃないですか。いないです。だから、やっぱり漫画としての記号なんでしょうね。こういうのを髪の毛につけてると女の子みたいな。そうですね。うん、こういうふうにしていかないと地味になっちゃうんで、うん、やっぱりインパクトつけて、うん、華やかというか、にしてるんだと思うんですけど、うんうん、まあ、めぐちゃんは好きだった男は結構いっぱいいると思いますよ。で、僕はひねくれて、うん、おてんばすぎると思ってましたけどね、ちょっと無理だわって。ただこれね、もう主題歌が主題歌なんで私は見られなかったですね、親の前ではとても。ああ、二つの胸はですが、そう、二つの胸の膨らみはなんてさ、でもセンスいいと思いますよ。だ、歌謡曲として考えたらね、作詞が千家和也さんでしょ。女の子はじゃなくて、うん、二つの胸の膨らみはっていう、うん、やっぱ作詞家ってすごいなって思いますけど、うん、千家和也さんだから、ほら山口百恵さんの青い星路線の作詞をした人なんて。あ、そうなんですか。そうそう、なるほど。エロいんですね。そう、何年か前に中学2年生か当時の山口百恵さんが、なんだ、あなたに女の子の一番大切なものをあげるわとか言って歌って、世の中の男どもがみんな度肝を抜かれたんですから、ね、中学生の女の子がこんな歌を歌うんだみたいな感じ。それが千家和也さんでしょ。で、これアニメでその千家和也さんを使ったっていうのは、結局作り手の誰か分かんないけれども、まあ、プロデューサーなのか誰か分かんないけども、このめぐちゃん、今までの魔女っ子路線と違って、まあ、少女の性みたいのを、本当ですね、うん、もうスタイルもいいですし、うん、もうそれを売り物にするってここで決めたんですよね。うん、うん、はっきりと。だから家族で見てると、やめろやめろやめろっていうシーンがあるんですよ。そうそう、いっぱいありますよ。脱ぎそうだぞこれって、そうそうそう、まずまずまずって、そうそう、やんなっちゃいますよね。昔テレビなんか一台ですから、はい、一家に、はいはい、当然近くにお父さんお母さんがいるわけですよ、はい、エロいシーンがあると困っちゃうんですよね。だから私もこの月曜日夜7時の NET ね、はい、魔女っ子路線ですけども、ずっと見てたんですよ、サリーちゃんから、はい、バビル2世も太って、ね、で、えっちゃん、チャッピーまで見てて、で、めぐちゃんになってその主題歌で、ああもうダメだ、もうそっからもう月曜日7時はもう違うチャンネルになっちゃいましたね。あ、自ら。そうですね、もうこんな歌流れるんじゃもうちょっと親の前じゃ見れないみたいな。実際エロい話も結構ありますし、一緒にいられませんよ、ね、脱ぎ出したらめぐちゃんが。そうですよね、困っちゃいますよね。困りますよね。だからめぐちゃん小学校6年生ぐらいなんでしょ。そうでしょうね。ね、だからまあ、だってブラジャーしてますもん。ああ、ブラジャーはまずいんですよ。でしょうね、ああいうの出されると、家族で見てるときに、寝るときに寝ぐるでですから、ああ絶対エロさをもう出すって決めてかかってますからね。あ、設定違う、これめぐちゃんって確か中学生なんだ設定。あ、そうですか。確かそうだ、中学ね2年生ぐらいだったっけな。だから当時これ小学生と思ってたんですよ。僕も思ってました。だから随分突っ込んだ設定だなと思ったんだけど、確か、まあ、中学生ですね。中学生にしてもね、やっぱり当時としたら突っ込んだ設定ですよ。あ、中学生だから、うん、もうちょっと思い切っていいだろうっていう。だからやっぱりさっき言ったほら、桃江さんが中2でその歌を歌ってたから。そうですね、まあ、その影響が多分あるんでしょ。あ、その小学生の壁は取り過ぎてんだから、もうちょっとやらせてもらうぜみたいな中学生のことで、ブラジャーしてたり、ネグリジェで寝てたりするんですよ。そうですね。ああ、そういうことですね。だから桃江さんのあの青い星路線が当たったことが結構影響してんじゃないかな。
でもエロシーンとか子供の時はそういうところでしか見られませんから、あドキドキワクワクして喜んでましたけど親がやると非常に困るんですよね。ああそうですよね。だからノンのさ名前がゴーノンっつうんですよ。ゴーノンですね。ずいぶん後から知ったんですけど、なんでっていう。神崎めぐすごくセンスいいのに、はい、ゴーノンってセンスありすぎでしょ。でもなんか裏がありそうな、ゴーにせざるを得なかったっていう。なんか例えば永井豪さんとか、じゃあゴーにしてやるよって、あの不自然ですよ。センスなさすぎだ。ゴーを飲んでんで、なんか事情があったような気がしますけどね。あ、中学3年生なんだね、ぐちゃん。だから相当、そんな上ですか。相当子供っぽく書いてますよね。あ、中3ですか。中3なんだ。だからやっぱり桃江さんの、あの桃江さんの路線がかなり影響してんだなと思いますよね。ああそう、中3ならじゃあいいだろうぐらいで寝苦しくせて、まあでも当時としてみればやっぱり中学生の女の子をエロとして見せるっていうのは相当突っ込んだ設定ではありますよね、そうですね、当時としては。だからこれのんちゃんですけど、やっぱりこれは小学生の顔じゃないですよ。あのんはね、書き手の方も中3ってことをやっぱり、でものんはもっと大人に見ないですか。逆に大人ですよ、だって男騙してる話もありますしまずいよって見ながら思ってましたけど、で本当最初悪く書かれてましたから、大人の男を騙したりするんですよ、ええ、もちろん のんちゃんはその男は好きでも何でもないんですけど、でもこのさっき言ったあの荒木さん、荒木さん ね、非常にうまい、はい、今でも全然通用するっていうこの画力なんですけど、荒木さんもついさっき亡くなったんですか。そうですね。でまあのめぐちゃんが裸にさせられる話があって、その魔法が学校の先生にかかっちゃったっていうシーンがあって、先生が脱ぎ出すんですよ。でフルチンで学校の中走り回った時にのんちゃんがすれ違うんですね。でずっとのんちゃんってこの顔なんですけど、その時だけは真っ赤な顔で目がまん丸になって、あそうなんだ、泡吹いて後ろに向かってひっくり返ったんですよ。あそうなんですか。面白くて面白くて、だからめったにそういうことしないキャラがそういうことするとものすごいインパクトがあるんですよ。いやのんの感じだとそういう時でも冷静に思いますよね。もう冷静に先生やめてくださいみたいな、さなんて格好してるんですかって。そんな感じですよね。やっぱり女の子なんですね。なるほど。あの顔真っ赤になって後ろにひっくり返ったんです、真っ赤になったのギャーって言って、のんの顔が赤くなったらその時だけかな。そうですね、プーってメーターみたいに赤くなって、それ対応しちゃうと面白くなくなっちゃいますけどね。そう、対応しないんです、対応しないんです。それで親近感が出ましたけどね。なるほどね。ああ女の子なんだなやっぱしって。なるほど。非常にいい作りですね。あそこで冷静だったら面白くない、そうですね、まあ当たり前ですよね。そうですね、